あのフィラデル、あ、ニューグリーンがマイナスで、はい、でフィラデルフィアの方は若干良かったんですよ。はい、そうです。はい、あのプラスの 38.8 とかっていうポイントだったんですけども、はい、まあ、この辺あの、ニューグリーンの方はプラス予想で、あとフィラデルフィアの方は、まあ、若干その 38.8 を下回る予想なので、これどういうこともまちまちなんですけど、フィラデルフィアの方はこれやっぱりあの IT 関連っていうところのね、まあ、まあ、なんていうかね、指標としては非常にあの重要なポイントになってきますので。そう、本当そうですよね。ですから日本株はあの、まあ、なかなかキャッチアップできない。というですね、まあ、そういう状況につながっていると思います。